気持ち落ちたように書いたビジネスライフな雑誌です。言葉の意味を分かってるのか、コーチが心配になってくる。大きく見せてるところは可愛い、そのツケをどこに持ってくるの。自慢話を聞きに来たんじゃない、あなたは私をどうしたいの。時間だってねただじゃないんだし、響かない言葉並べないで、みじんねなところ見せないで、このまま返してもいいの。恋の始まり割り屈じゃないよ、全然始まりとは似なかない。ねえ、ちやすくて冷めやすいんだ俺、そんなこと誰も聞いてないでしょ。無駄に共通点探ろうとしてる、やかりさせなれもうこれ以上。ほがけたくなるくらいにさせてよ、あなたは私をどうしたいの。行くあてもない心が寂しい、響かない心を動かして、私だって笑ってたいの。誰かこの扉を開けて、寂しさを隠してるわけじゃなくて、静かにさせてこんな私を。自慢話を聞きに来たんじゃない、あなたは私をどうしたいの。時間だってねただじゃないんだし、響かない言葉並べないで、おだけたくなるくらいにさせてよ、あなたは私をどうしたいの。行くあてもない心が寂しい、響かない心を動かして、私だって笑ってたいの。誰かこの